どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回から動画にしている偽鉱石レイアウト立ち上げ動画2本は見ていただけたでしょうか？まだ見ていないという方はそちらの方を先に見てから視聴していただけると幸いです。今回はその続きということでやっていきます。どれくらいで注水したのか時系列に沿ってお話していくので最後まで見てやってください。というわけで早速見ていくんですが、先に植栽当日の映像を見てみましょう。前景層にはウォーターローンを植え、中央にルドビジアスーパーレッド、後景の左側にはパールグラス、右側にはロタラ・マクランドラグリーンを植栽しています。組織培養カップ5個とそこまで多くはないですが、結構みっちり植えられたと思います。ただウォーターローンの密度があまり濃くなく、上の方はまばらになっていたので翌日にウォーターローンを買い足しました。今回も ADA のものを購入しました。正直他の水草は比較してないんで分かりませんが、ウォーターローンに関しては ADA の方が良さげですね。こちらのカップも中身はしっかりしており、すでにがっしりとした葉が生えてます。これは心強い。組織培養水草は販売されている時期によって状態が結構変わってくるので、購入する際はできるだけ状態のいいものを選びましょう。植栽後4日目の状態がこちら。ウォーターローンを1カップ追加で植栽したので密度が上がってます。上の部分に重点的に植栽し、中央部分などの隙間にも少し植え直してます。これくらい植えれば早く繁茂してくれるのではないでしょうか。他の水草はそこまで変わりありませんが、ルドビチアスーパーレッドが早くも頭頂部が赤くなってしっかりとした葉が展開されています。続いて6日目、ウォーターローンは正直あまり変わってないですね。パールグラスやロタラ・マクランドラグリーンは重力に負けて這うようにして伸びてます。一番はやはりルドビジアスーパーレッドですね。もう赤くなってきてます。続いて8日目、全体的に有形層が展開してきていますね。どの水草も頭頂部から新しい葉が生えてきており、ロタラ・マクランドラグリーンはほんのりと赤く染まっています。ウォーターローンに関しては排水をあまりしておらず水に浸かっているんですが、前景部分のソイルが薄すぎて浮いてくるものが多かったです。やはりウォーターローンは根が張るまで時間がかかるようで、ここは慎重にやっていかないといけません。続いて9日目、ここに来てルドビチアスーパーレッドの勢力がぐんと拡大してきました。すでにスーパーレッド感が出てきて、光を求めて周りに展開しています。後ろのパールグラスやロタラ・マクランドラグリーンも順調です。ウォーターローンはあまり変わりありません。少し飛んで13日目、後ろのパールグラスがほぼ底床全面を覆ってきました。ルドビジアスーパーレッドは相変わらずの赤さを保ってます。ロタラ・マクランドラグリーンは葉の裏の紫色が覗いています。ウォーターローンはようやくランナーが出てきたのか、底床を覆っている面積が広くなってます。どうしても水に浸かると浮いてきてしまうので、この時期からこまめな排水を心がけるようにしました。ちなみに上部分に植栽しているウォーターローンは下に比べて全然変わってないです。位置が高いため水分が下に落ちているのが原因で成長が遅れているものと思われます。続いて15日目、有形層は文句なしの成長具合ですね。それどころかルドビジアスーパーレッドはもはや暴走してます。
展開した茎から根っこを伸ばし、辺り一面を覆い尽くそうとしてます。ウォーターローンも上以外は排水をこまめにすることでだいぶ茂ってきました。やはりどの水草もミスト式2週間もすればスイッチが入ってくる感じがしますね。続いて16日目。一日一日成長を感じますね。これくらいになってくると毎日見るのが楽しくなってきます。続いて19日目。パールグラスがひしめき合ってます。ルドビジアスーパーレッドも四方八方に散ってますね。ロタラマクランドラグリーンはグリーンとは名ばかりな色合いになってます。ウォーターローンもここに来て成長してきましたね。上は全くですけど。続いて21日目。もう上に植栽したウォーターローン以外は完璧に根付いてますね。どの水草も半水中葉を展開し、ミスト式の状態でもすでに色鮮やかです。というわけで全体像です。こうやって見るとルドビジアスーパーレッドの新色具合が半端ないですね。右側はウォーターローンの光を遮る形になってます。パールグラスはこんな感じで周りの葉が支え合いつつ徐々に上を目指しています。近くで見るとすごく繊細な葉が展開されててめっちゃ好きです。さすが超人気品種なだけあります。上から見るとこんな感じ。上部のウォーターローンが全く繁茂してないのが気になりますが、ここは逆に注水しないと成長しないと判断したため、このまま水を入れていきます。パールグラスは上部分も問題なく繁茂しているんですが、やはり水草の種類によって特性が違うようですね。これもまた面白い。それでは早速注水していきます。今回はウォーターローンの粘りが弱いことも考慮し、まずは軽量カップで石に這わせながら慎重に注水していきます。一気にやるとソイルがえぐれてウォーターローンが浮き上がって大惨事になりかねません。特にソイルが薄いのでせっかく根を張ったウォーターローンは崩したくないです。しかしこれだけ慎重にやっているのに無情にも画面右側の部分からソイルがなだれてます。この時はおそらく気づいていないのか、構わず注水しちゃってますね。ある程度溜まったところで、いつもの浄水器で注水していきます。ここまで来れば崩壊の危険はなさそうです。今回も浮いてきたゴミや栄養分を取り除くため、注水と並行して排水もしていきます。以前の生化石レイアウトのように、アマゾニアソイルオンリーではありませんが、ミスト式で溜まっていた水をすべて交換する意味合いも兼ねて、3回この注水プラス排水作業を行いました。この時にようやくなだれている部分に気づいたようで、プロホースで前方に移動させてます。注水完了後の映像がこちら。気泡がついてて見づらいですが、ようやくそれっぽくなってきましたね。真っ赤な赤が綺麗なルドビジアスーパーレッドを中央部付近に持ってきたのは良かったかもしれません。いやー美しいですね。この注水直後の気泡が赤とマッチして幻想的です。というわけでいかがだったでしょうか。今回も例に漏れずミスト式管理してほぼ20日間というハイペースで注水までこぎつけました。すべて初挑戦の水草なのでどうなることかと思いましたが、予想に反してうまくいきましたね。ただウォーターローンだけは別格で、まだ根がしっかり張れていない感じがあります。注水中もヒヤッとする場面がありましたし、先ほどなだれた箇所は特に浮きやすくなってます。こういう粘りが弱い水草は一度浮いてしまうとそこから着生するまで結構な時間を要するので、できるだけ浮かないように管理していきたいです。今後の管理のしやすさ次第ではこれからの前景層のマストな選択にもなりうるので期待。芝生感がとても強く理想的な前景層なので問題なく維持できればいいんですけど、
これからもこの水槽の経過報告をしていくので、チャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。